こんにちは、速稼塾の久保です。今日は9月30日でございます。昨日はね、自民党の総裁選で岸田元政調会長が新しい総裁になりまして、このまま100代総理大臣になるのかなと思っております。私はね、高市早苗さんがなってくれたらプライマリーバランス動向とかでね、非常に楽しい展開になったんじゃないかなと思いますけども、いやでも岸田政調会長ね、基本的には増税派なんですけども、でもかなりね目があるんですよ、岸田さんは。なぜならですね、MMT ね、 MMT 理論を同じ自民党の西田昌司さんが二階幹事長の前でもうこういうね MMT の政策論争とかもしていかなくちゃいけないですよっていうふうに、おっしゃったんですよね。その時に岸田元政調会長だけが、じゃあ私のところで勉強会やりましょうかっていうふうに、結構ね財政論前向きなんですよね。で、今回今年中にですよ、補正予算を組むというふうに言われてるじゃないですか。数十兆円規模の、これ50兆60兆ぐらいになるんじゃないですか。そこには持続化給付金の第2弾復活バージョンと、あとは家賃支援給付金などが盛り込まれていて、あとは国民生活支援もきちんと盛り込まれてるってことなんですよね。そもそも岸田政調会長はご自身で菅総理にですね、もっともっとコロナ禍の給付金を出すべきだっていうふうにずっと言われてましたから、今度自分が総裁になって総理になるわけじゃないですか。これもうね、敵は財務省だけですね。で、今回麻生財務大臣にも岸田総理はですね、かなり前向きでいい方が選ばれたんじゃないかなっていうことで評価いただいてるんで、多分今回は財務省もこの予算執行をするんではないかなと私は思うんですけどもね。で、これでしなかったらもう自民党も我が国も終わりじゃないかなと思ってますけども、セリシを出発してみましょう。あとは出発しながらねお話ししましょうっていう風にね、私はね今回の総裁選を見ているんですよ。河野行政改革大臣が総理になってしまうっていう図も私数ヶ月前には期待していたんですが、今はねやっぱり河野さんがなるべきではないかなと。河野さんは生涯総理になってはいけない人かなと、あの思想が変わるまでは、で河野さんね、やっぱりね言うことが変わりやすいんで、目的のためにはね方便を嘘も方便でやっていくってのも一つ手なんでしょうけども、いやでもねちょっとね強引なところがあるかなと。あれが他国に対して日本の権利主張を貫くための強引さならいいんですけども、国民をないがしろにする強引さはちょっとねいらないかなと思っちゃいますね。皆さんどう思われます？いや今ね15時半なんですけども、もうなんか西日が傾いてきて夕方ですよね。秋ですね。だって先月8月ってまだカンカンと日が照ってましたからね、6時までまだね明るいみたいな。今はねもう4時5時と進むに従って薄暗くなってきて、人の足早に家路を急ぐそんな姿もねちらほらと、見えませんけどね。私の住んでる町は一っ子一人歩いてないですよ。車はこうやってすれ違うんですけども、なんか歩いてる人がねあんまりいないですよね。それこそ登下校中の小学生ぐらいで、あとは何にもないかなと。ちなみに北海道旭川の広瀬さあちゃんの自殺の話ね、自殺かどうか分かんないし事件の話ですけども、新しい市長さん今津市長はかなりねあの件についてもう意欲的で、もう二度とこんなことが起きてはいけないから解決に向かっていくと、第三者委員会だけではなく自分自身も独自に調査していくっていうふうにね、やっとねまともな人が出てきたなと思いますよ。あの事件の裏にはちょっとねプチエンジェル事件みたいなものも感じるんですけども、どうなんですかね。なんか北海道の旭川ってちょっと前々からなんかねあんまり良くないというか悪い話が湧いてますんで、なんかねこの子供たちを守るのが私たちの役目であり、その最前線にいるのが教員だと思うんですよ。学校の先生、初めて接する大人ですからね、学校の先生ってのは。でそれがね自分の味方になってくれない、悪しき者に巻かれてしまう、そんなねもうとてつもない迎合主義の集団、恐ろしいですね。小中高と、大学はまだしもですけども、特に小学校から中学校にかけてか弱い子供たちがね
先生に守ってもらえないとか、逆に先生に攻撃されるってのはどんなにかその心を傷つけてね、将来を塞いでしまうのか、で実際に命を絶ってしまうみたいな事件もありますからね。あの町田市のタブレット事件もありますけども、あまりにも学校で人が死にすぎるのと、学校で教員による性犯罪が起きすぎるんじゃないかなと私は思いますね。もちろんね、あの若い女の子がいるところですから、男の子とかね、まあ、そういう気持ちにもなるんでしょうけども、だけどそこはね、キャバクラでも性風俗でもないんで勘違いしないようにしていただきたい。でこういう風な話題が出てくると、なんかね、またアニメの影響だとかね、なんかそれっぽいことを言う人がいますよ。なんか秋葉原だとかね、まあ、でもね、それも無数にある要因の一つではあるんですけども、それがトリガーになってるわけでも何でもないですからね。おかしな偏見を広めないでいきたいなと思います。結局は人一人が生きてきて、自分が誰のために何をしなければならないのか、そして誰に対しては何をしてはいけないのかっていうね、当たり前のように壊したり殺したり奪ったり傷つけたりっていうことを人間はしなければいいわけなんですよ。自分の欲望ってのもあるかもしれませんけども、やっぱそれをね、何でもかんでも誰にでも彼にでも発散していいものではなくて、それはルールがあるからとか罰則があるからにとどまらずに、もうなんていうんですかね、人間として生きる矜持ですよね。自分がその矜持を失ってしまえば、まあ一体何が残るんだろうかっていう、まあ大和魂ですよ。だから言いたいのは、ね、弱いものを守るために我々、まあ男っていうかね、大人は存在してるのに、弱いものを食って生きることが強さだとかね、狡猾さだとかって勘違いしてる人がいるけども、もう私に言わせれば全員終身刑ですね。本当にね、子供を持つ立場になって余計思うんですけども、そんな無抵抗なね、子供にね、自分の欲望をぶつけて、でしかも立ちが悪いのが大した裁きを受けないわけでしょ。でしまいには性犯罪を犯した教員が教員復活するわけじゃないですか。どういう神経だろうなと思っちゃいますよね。ちょっとね、私の助手席に乗って説教ですよ、そういうやつは。場合によっては、ああ鉄拳パンチか裏拳が飛ぶというね、これ俺やろーってみたいなね。私は必ずしも暴力肯定主義ではないんですけども、殴らなきゃわからないやつもいますね。特に性犯罪を犯すやつは徹底的にぶちのめしてもいいんじゃないかなと思います。まあ本当にぶちのめしたらね、怒られちゃうんで、ぜひね、竹原さんの、竹原 TV の竹原さんのリングの上に連れて行って、まあ行儀を教えてやればいいんじゃないかなと思いながら、今スーパーに着きましたんで、これから買い物してきます。ちょっとね、喉が痛むんでキャラメルを買おうかなと思ってるんですよ。このスーパーにはね、キャラメルがたくさん入ってる袋があるんで、私のお気に入りですから、それをね買おうかと思ってセルシオでやってきましたね。我もが有利なところに車を売りようとして、譲り合う気持ちすらないですね。まあ別に私に譲れって言ってるわけではないんですけども、私は遠くにポツンと止めますから。見苦しいね、お先にどうぞみたいな精神はないのかと。だからスーパーの駐車場にまでね、私あれ怒りを覚えてしまいますね。じゃあ着きましたんで、ちょっとキャラメル買ってきますわ。キャラメル買ったらまたね、皆さんにお見せしますから。とりあえずこの今の日本の状況に、おあスポイラー行っちゃったか、これね、ローダウンしてるんですよ。縁石にやってしまいました。嫌な音がしました。見たくない。いってらっしゃい。